村上博之は北海道賀来市出身の元アイスホッケー選手、監督。ポジションはセンターフォワード。血液型は O 型。身長183センチメートル。小学校3年生よりクラブチームにてアイスホッケーを始める。高校は北海道苫小牧東高等学校へ進学し、1年生からアイスホッケー部の主力選手として活躍し、 首相も務めた。高校3年生の1989年には U20 日本代表に選出され、以後3年連続アイスホッケー U20 世界選手権に出場した。明治大学へ進学後は本格的に当格を表し、関東大学リーグ特典王や MVP 等、数多くの賞を受賞した。2、4年生時にはユニバーシアード日本代表に選出され活躍した。 首相を務めていた4年生治には、全日本選手権において、日本リーグの雪印を撃破する、歴史的な試合も経験している。大学卒業後、チェコエクストラリガの HC クラドの入団、プロ契約を勝ち取り、アジア人として、初めてのエクストラリーガーとなった。村上は、チェコのエクストラリガーにおいて、アジア人で唯一、ゴールを決めた選手である。そのため、チェコの国内では、 彼のホッケーカードが流通しているほど知名度が高い。所属していたクラドノの1993-94シーズンの戦績はリーグ戦1位、プレーオフ3位であった。その結果、村上は第1回チェコエクストラリガにおけるブロンズメダルキャリアとなる。帰国後の1994年から1999年までは小賀電工アイスホッケー部に所属し、 AS として大活躍。その実績が認められ、1995年のモンブランカップを皮切りに日本代表へ選出され、1999年、2001年のアイスホッケー世界選手権に出場している。1999年韓国で開催された冬季アジア大会にも日本代表の主力選手として出場し、銀メダルを獲得した。また、 2001年の世界選手権アジア予選では日本代表選手として得点王と MVP を獲得した。1999年の小賀電工アイスホッケー部ハイブに伴い海外へ活路を見出し、チェコ、アメリカ、スウェーデンにおいてプロのアイスホッケー選手として活躍した。再帰国後の2001から2年はフダホロポラリスにてプレイ2002年に行われた第1回。 オールスターゲームにも出場している2002年引退ありがとうございます。